じゃあ、ベースバー、住所とかは書いてきますね、下に。あ、お願いします。ちょっと自己紹介して、プレミアム自己紹介。まず、あ、プレミアムスペースメイズバーのサツキメイです。あ、サツキメイちゃん、まずあ、センターのメイちゃん、はい、どうぞ。はい、いいですか、センターの。クラブジャガーロの天使メイです。おー、おー、みんなメイだから、もう。ムーランルージュのカノメイです。まあ、すすきのってたらトリプルメイクからね、マジで。それを僕もやっぱ集めたってことが素晴らしいね。やっぱり夜の女帝のなんかいろんな聞きたいと思うんですよ。まずメイちゃんが、みんなメイちゃんだけど、その天使メイちゃんってこの前呼ぶって言って、なんかコロナで来れなくて、だから佐野大先生今日いないですけど、テロップ出してくれ、こういう。大先生、代わりに僕ら質問考えてきたんですよ。大先生、大先生。いいっすか、夜の事情とか、バンバンまだ打ち合わせしないですけど、バンバン聞いてっていいっすか、3人に。なんかフリートークで、なんか緩い感じでいきましょう。そしたらなんか、夜何年前ですか、みんな。14年目。マジっすか。見えないですよ、14年目だよ。フィギュアスケート選手だったらもう全然。え、なんで私14年目だよ。12じゃなくて14。え、14の12の18からだから18じゃん、14年目で。数学が…でも先生だって、数字だって全然言うのよ。え、天使めいちゃんは何年目ですか。私10年です。え、みんな10年後ですか。スケート選手だったらもう速攻引退しますよ、もう。ザギトワとかだったら全然。速攻、長いですね。そしたらもういきなり言っていいですか。月収とか聞いていいですか。月収とかもう大きい声でバンバンって。じゃあ耳元でもいいですか。あ、いいですか。誰に耳元で。いや、誰が一番稼いでるんですか、この中で。指差してもらっていいですか、3人で。大丈夫ですよ、もう。経営者の意見いいですか。一番稼いでるんじゃん、絶対。経営者、いや、耳元でいいんだよ、マジで。何言います。いや、ちょっと聞こえちゃうけどね。ああ、まあ、おーほー、聞こえなかった。あー、言ったよな。うん、偉い。何十代からか分かんないこれ。多分桜の会開けますね、これ。桜の会開けます。やばー、持ってますね、やばね。あとな、え、じゃあ付き合った人数とか聞いてもいいですか。偉大に少ないですよ、分かんないな。何だろう。なんかさ、10ぐらいですか。もっと待って、数えてない。いいよ、4人。お、増えてる。5、6、8、待って、攻めるよね。9、10ちょいとか。まあ10ちょい、まあみんなそのぐらい、10個ぐらいですか、みんな。20人も30人も20人もいないの。ああ、そんなもんなんです、夜の10年以上の夜の女たちは。じゃあもう経験人数とか何ですか、ざっくり。誰が多いですかね、マジで。誰よ、誰が。天使めいちゃん一番多い。なんだ、マジ一番、もうワンチャンのメイって言うんですよ。一番多いとか、言ってみよう。途中からさせてない。100は言ってんすか。ビックリドンキーで友達同士で、あのビックリドンキーのあの紙のキャッツみたいな、あれ、紙のキャッツに、せーの、1234ってやってた。で、書ききれなかったっけ。書ききれた。あ、5カプシとか、なんでだ。100人は超えてるかどうかって、100人は超えてない。あ、全然。あ、真ん中の100は超えてますよね。でも、これ超えてますよね。いや、なんで、私なんだと思ってんの。いやいや、やっぱりさっきなんかコネンマンとか言ってる。なんでコネンマンとか言ってたから、一緒ぐらい言ってるのか。100ぐらいです、8以上。分かんない。まあ言ってると思うんですよ。回数とかちょっと恥ずかしい、調べない。同じ人とめっちゃするタイプ、何回も。あ、何回も。あ、リピーター。あ、そういうことですね。真面目。じゃあ、したのか、性癖とかないですか。性癖とか、性癖、何か、性癖、性癖なんですか。性癖あります。いや、いい。じゃあ、行ってきましょう。あ、行ってきましょう。あ、そっちから考えて。あ、じゃあ、俺の。あ、すごい。熱い。え、切ったの。切っても熱いな、この店。